忘れられたスペースコロニームーンムーン。ガンダムと呼ばれるモビルスーツの頭が漂着したのをきっかけに、100年近く止まっていたムーンムーンの時間が一気に流れ始める。時に宇宙世紀0092、シャアの反乱の予兆が宇宙を静かに震わせていた頃、ムーンムーンを守るためにお前は外の世界を知らねばならん。言った。外に行け。この世界を全身で学べ。あの姫様と共に進むべき道をお前ならつかめるだろう。お前はニュータイプなのだから。おじいは死んだ。ユッタは失ったものの大きさに打ちひしがれるが、泣きません。おじいが、男は人前で泣くもんじゃないって。だから戦闘中、ミネバザビが連邦軍に連れ去られたことをまだ知らずにいた。自分は連邦宇宙軍ロンドベル所属、ウバルド・モリーナ隊員、ミネバザビ、ご同道を。そして混乱のムーンムーンに降り立つ純白のマシーン。ハロー、ムーンムーン。友達何人できるかな。リュース・クランゲル。まだ子供のように見える彼をネオジオンの人々は少佐と崇め服従した。ネオジオンの大人たちが僕に従うのは血筋ってやつさ。ミネバザビが姫様って呼ばれてるのと同じ理屈。血筋。それよりミネバ姫救出作戦手伝ってくれるんだろ。せっかくムーンガンダムも白く塗ったんだから。ムーンガンダムってこの巨人のこと？そう、ムーンムーンで生まれてムーンムーンの君が動かすガンダム。ガンダムを使って味方を装い、ミネバを連れ去った連邦の船ラーギルスに接近。アゴスたち救出部隊を艦内に潜入させるというのがリュースの立てた作戦だった。ミネバを救うためにユッタはこの騙し討ちと言っていい作戦の一部になることを引き受ける。正気なの？いくらガンダムの形をしてたって識別コードがなければ不審機扱いされるわよ。この中域にはラーザイムのアムロ隊員も出張ってるって話だ。新型のガンダムが近づけば誤解してくれるんじゃない？いざって時にはあなたという人質もいることだし。サイコプレート解除。慎重に近づけ。プレートに人が隠れてるってバレたら狙い撃ちにされるぞ。うん。超ガンダム待て！新型のガンダムがこの間やり合ったネオジオンのモビルスーツと機影が一緒ってどういうわけだ。臨検する。武器を捨ててコックピットを開けろ。どうするの？ねえアゴスさん。仕方ない、撃て。え？コックピットを狙え。爆発させずに仕留めるんだ。そんなのだって向こうはまだこっちを味方だと思ってるのに。嫌だよそんなの。卑怯者のすることじゃない。
ないか。作戦なんだ。卑怯なんて言葉はない。やらなければみんな殺されてしまうんだぞ。何してる。撃て。撃つんだ。言った言った。ダメだ、撃てない。やめようよアゴスさん。この巨人も嫌だって言ってる。今ならまだ。マシンが言うか。どけ、俺が撃つ。やめてよ。やっぱりかい。外した。ああ、始まっちゃった。蹴りはちゃんとつけてよ、ユッタ。君はもうガンダムに乗ってるんだからね。いい子ちゃんじゃいられないんだ。ニュータイプは人類の敵だ。てめえらが殺した仲間たちの恨み、たっぷり味わえ。戦闘準備願います。高熱源体接近、周囲の警戒を。俺はムーンムーンのユッタカーシン、あなたを倒す。人間だよ。死闘を繰り広げるムーンガンダムをよそに、ミネバ救出部隊はラーギルスへの侵入を果たした。彼らにはユッタたちにも伝えていない切り札があった。本当なの？ジェナロ船長たちは本当に毒ガスを。知らない。俺も聞いてない話だ。仕掛けられた毒ガスが G3 プラスなら、強力な腐食作用で宇宙服も食い破ってしまう。肌に触れたらあっという間に窒息死だ。ラーギルスのラウロ艦長はミネバを人質にして艦内に立てこもり、徹底抗戦の構えを見せる。しかしリュースは艦の奥に隠されたミネバの所在を探り当て、密かに接触していた。あなたは誰？君と同じさ。僕もジオンを継ぐために生まれてきた。破滅願望に取り憑かれたジオン大君の忘れ形見より、ずっとうまく組織の舵取りができると思うよ。ではあなたが私を。そう、僕が君を呼んだ。今の僕に足りないのはブランドだからね。シャアが持っているジオンの子っていうような分かりやすいブランド、分かるだろう？君にも必要なことだ。僕と一体になってこそ君は真のプリンセスになれる。知っているのか、私が本当は。ラギルス、聞こえるか？こちらラーザイムのモビルスーツ隊隊長アムロ・レイ隊。機関に捜索命令が出ている。これより接近する。地球連邦軍にあって最初期にその存在を確認されたニュータイプ、アムロ・レイ。かつてはファーストガンダムを借り、白い悪魔ともあだ名された最強のパイロットの出現に、ラーギルスを占拠した者たちは戦慄する。アムロ・レイはエース中のエースだ。俺やユッタに太刀打ちできる相手では。やるんだ。
リュース少佐。ミネバ姫は確保したが、連邦のファーストニュータイプに外を塞がれていたんじゃ出るに出られない。ユッタ、やってくれるよね。そんなこと。簡単なことさ、さっきと同じ手だ。味方のふりをして近づいてアムロレイを殺せ。これはテストだ。君が本物の戦士になれるかどうか。ユタ、聞いて。ミネバ。あなたが戦う必要なんてない。私は。まったく、ハマーンに教育されたお人形が色気づいちゃって。リュース、ミネバに何をした。心配いらないよ。ソロンの電撃で眠ってもらっただけだから。君が戦ってくれればミネバ姫は無事にお救いすることができるさ。ジオン最高の礎となる姫君を連邦に渡すという選択肢は僕たちにはないんだ。君が戦ってくれないならガスを解放して自決するしかない。ミネバ姫もろともね。ガスを。その時はこのラーギルスのクルーも全員道連れだ。さあどうする、ユッタ。暗礁中域の奥の奥、大昔のコロニーに消息を絶った特務官か、ブライトのやつ、あの船に一体何をさせていたんだ。ミノフスキー粒子が濃すぎるのが気になります。オルヤンと南天面に回ります。頼む、ジョー。こちらラーギルス、現在散布装置の故障でミノフスキー障害が発生中。デッキ上のモビルスーツの誘導に従い着艦せよ。ん？あれはガンダム。やってくれると思っていたよ、ユッタ。ザコはいい。狙いはアムロレイだ。近づいたら撃て。おかしな真似をしたらガスを解放するから、そのつもりで。ラーギルスのガンダム、これより接近する。誘導を行う。どうした、応答しろ。光信号を受信しているはずだ。聞こえないのか。聞こえています。ん？俺はムーンムーンのユッタ・カーシム。ムーンムーン。アムロレイ、あなたを倒す。騙し討ちにしろって言ったのに名乗りを上げるなんて。ユッタ、君ってつくづく目が離せないね。戦闘準備願います。高熱源体接近、周囲の警戒を。俺はムーンムーンのユッタ・カーシム。ごめん。になろうとは。何なんだこの人。どこに行っても目が追いかけてくる。逃げられない。ニュータイプってこういうの。でも射撃はまるで素人だが、あのファンネルみたいな板の動き、一
ちいち嫌なところをついてくる。このリックディジェでは分が悪いが、しかし何だ、何がどうなってる。ガンダムがなんでアムロ大尉と戦ってるんだ。ラーギレスは、パワー負けしていようとも、ファンネルを捨てて懐に飛び込むとは。接触回線っていうので聞こえてるんでしょ。何、聞こえているなら俺の話を聞いて。でも剣は引かないで。戦うのをやめたらみんな殺されてしまうんだ。何を言っている。できるはずだガンダム。ミネバと合わせてくれた時と同じように。月よ宿せ。ラーギルス侵入、人質毒ガスだと。また共鳴を。いや、最初からそれが狙いか。まったく天然のやることは怖いよ。この僕にパターン通りの悪役なんかやらせてさ。G3 プラスの次元装置が作動した。ガスが散布されるまであと4分もないわ。外からボンベを排除して。そんな、どうやって。状況は了解した。ガンダムのパイロット、聞こえるか。これより毒ガスのボンベを排除する。手伝え。人を大量に殺す兵器からは独特の重い気が発している。それを感知するんだ。そのガンダムならできる。気配重くて暗い。そこ、あの二人。ニュータイプってあれだ。ユッタ、残り一つ。よし。アムロさん。そりゃないんじゃない、ユッタ。裏切った上に。僕の作戦をみんな台無しにしてくれて。リュウス、この嫌な感覚。君みたいな人をまたガンダムに乗せてしまった。責任を取って。これで終わりにする。ユッタ悲しむ。仕方ないんだよ。僕のように作られた人間からすればこうするしかないんだ。戦闘準備願います。高熱源体接近、周囲の警戒を。俺はムーンムーンのユッタカーシム、あなたを倒す。発動させ。
とアムロの手で最後のガスボンベも取り除かれ、ラーギルスは救われた。捕らわれていたミネバを救い出し、アムロはリュースにとどめを刺そうとするが、どうしてもっと早く来てくれなかったの？アムロレイン、あなたは僕を救えたはずなのに。リュース・クランゲル。なんてね、ちょろいねあんた。くっ、そんなだからいつまでもシャアを落とせないんだよ。ユッタとミネバは再会を果たした。多くのことを経験した二人はもう元の居場所には戻れなくなっていた。ミネバ、俺はあの連邦の船で行くよ。ムームーンはもう忘れられたコロニーではいられない。守るには別の力がいるんだ。私も行く。リュースみたいな人間がいるネオジオンに行くより今はその方がいい。私のような立場の者にもきっとするべきことが。なんだあれは。あの船は。シャアの行方を追っていたはずが、とんでもないくじを引き当てちゃったってわけね。やっぱりネオジオンは死んでいなかった。宇宙世紀の闇を隠し持つ幻のコロニームーンムーン、我が軍が拠点とするのにふさわしい。シャアはシャアで行動を起こすつもりのようだけど、奴だけに逆襲を任せるのは面白くない。ま、とりあえず今は僕の番だ。